村上農園 YouTuber 部。こんにちは、村上農園です。10月に入りすっかり秋が深まりましたね。秋といえば食欲の秋、美味しい食べ物がいっぱいです。サンマや柿、栗、さつまいも、全部大好きです。野菜では特に根菜がたくさん登場してきますよね。いつものきんぴらに豆苗をプラスするともっと彩り鮮やかに、そして冷めても美味しい一品になりますよ。それでは作っていきます。村上農園、今回の食材はこちら。概要欄にも記載しておきますのでチェックしてみてください。豆苗は2等分に切り、さっと洗います。人参は皮を剥き細切りにします。レンコンは皮を剥き 2-3 ミリ幅に切り水にさらします。フライパンにごま油を熱し、人参、水気を切ったレンコンを入れ火が通るまで炒めます。みりん、酒を入れ汁気が飛ぶまで炒めます。豆苗を入れてさっと炒めます。醤油、めんつゆ、砂糖、いりごま、輪切り唐辛子を加えて軽く炒め合わせたら完成しました。豆苗入りきんぴられんこんです。村上農園、今日はお弁当箱に詰めてみました。きんぴらは豆苗が入ることで彩りがアップし、見た目も楽しいお弁当箱になりますよね。冷めても美味しいのでお弁当にとってもおすすめです。ちょっと食べてみたいと思います。うーん、間違いない美味しさです。レンコンも豆苗もシャッキシャキです。きんぴらの甘辛い味付けでご飯が進むんですよね。お家でも作り置きしておいてちょこっと一品プラスしたい時にもいいですね。村上農園、いかがだったでしょうか。皆さんもぜひ作ってみてください。この動画の高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。村上農園の菅沼でした。バイバーイ。村上農園 YouTuber 部。